はい、どうもカズペンですと、久しぶりにグラコにちょっと乗っていろいろ走っていこうかなと思ったんですけれども、まあいろいろねトラブルありますよね。走ったら走ったでなんかトラブル起きるし、で走らんかったら走らんかったでなんかトラブル起きてるしで、まあ、結構ややこしいバイクなんですけれども、まあ、このスクリーンねジェンマから外してこの子につけてみました。あとフロントフォークをオーバーホールしたんですけど、まあここのねこの中このブーツの中におるなんだシールがもうひび割れとったんで、もうオイルもこの中のオイルも飛び出してきてるような状態になってたんで、フロントフォークも頑張って先日、オーバーホールしました。まあその時にこれブーツもつけたんですけれども、なんかこううまいことついてなくてこうへこんでいくのよね、まあまあそれに関してはまあいいとして、まあ少しでも汚れないようにということでブーツをしました。ほんでそんなことよりもよ、そんなことよりこの子がね、なんかちょっと燃料が流れていかなくて、ちょっと待って、漏れてるやん待って、お漏らししてるめっちゃお漏らししてる、ちょっと待って、ちょっと待って、これはやばい。というてもうやばいけど、ちょっと待って。待って。どっから漏れてんのこれ。ちょっと待って。俺、ないけど、何も持ってきてないで。どっから漏れてんの。マジもう、マジでか、おい。もう。ここやな。もう帰ろう。ちょっと、マジですか。いや、もう、予定も外外よ。予定外もええとこよ、ほんま。入らして。はよ帰らして。いやちょっと待ってよマジで、ほんまに。ここからはおしゃべりしていくけど、このフロントフォークの話をして、でそれの感想なんか述べようかなという動画を今から撮っていこうかなと思ってた矢先、まさかのキャブレターをお漏らししてるという。いやもうマジで勘弁してくれよマジで、ほんまに。いや実はエンジンを今日かけよう思ったらうまいことかからんくて、なんでかなと。で燃料が流れてないっていうことが分かったんですよ。なので、一旦ちょっとキャブレターを外してきれいに掃除してみて、もう一回ホースとかもチェックして全部やってたんですよ。でやっぱり燃料が流れてなくてエンジンかからなかった、もうほんとガス欠の状態になってたんで、まあ、それだけで本当直ったんですよ。ですけどよ、今度は燃料が流れまくってる。おいちょっと待てよ。ってことは俺は今燃料まき散らしてこの万博公園外周走っているのか、申し訳ない。もうすぐに家帰って原因を突き止める。そうしないと万博の外周が火の海になってしまう。これはやばい、これはマジでごめん。はい、まあ若干のお漏らししてるんで、まあこうやってね走りながら、行くとその燃料がキャブレターの中の燃料が少しずつこう普通にエンジンの中に入って使われていくんで、いいんですけど、普通に止まってるともうどんどん出てくる。もう急いで帰らないと、めっちゃ急いで帰ってます。はい、そんな数目なんですけれども、グラストラッカー、ほんまにグラストラッカーというかグラストラッカー、このグラコのキャブにはほんまにずっと泣かされてる。しかもこんな日に限って、今日土曜日ですので、土曜日の今夕方16時か17時ぐらいなんですが、万博公園の外周というのは車がめちゃくちゃ多い、公園に遊びに来る人、そしてエキスポシティにお買い物に来る人、たくさんいてますので、もう車が多い。いつもやったらもう家着いてるはず、それやけれども、今日着かない、なぜなら車が多いから。でもこんだけ、焦って運転して、事故でもしたら意味ないので、そこは冷静に行きたいところではあるんですけれども、いやもうマジで、もうほんま、おい妹、お前早くグラコなんとかしろ、お前のバイクやぞほんまに、ええ感じしろよほんま。うわむっちゃ混んでるしょ、ほんで早く帰りたい。そうじゃないと、さっきも言いましたけれども、万博公園外周にタバコのポイ捨てもされたらえらいことになってます。はい、これ行ってええんか、左手か、これみんな中間入る車やろ、左行かしてくれ。オッケー、中間入る車、こっちはこっちでいっぱいの、おい左寄れよ、中間入る車左やで、マジでほんま。このトラックはほんまっぱもうええわ、そんなトラックには目もくれず、帰っておりますカズメンでございますが、もう参った、マジで参った。島木ジョージが来とったら参った、マイケルジャクソン絶対言うてるとこやで、ほんま。ええ加減にしてほんまに。まあ四の五の言うてでもしゃあないので、早く帰ってこの原因を突き止めて
まあでもね、大体分かってるんですよ、原因は。あのキャブレターの底のそのチャンバーっていうの、ガソリンが溜まってる部屋のところの金ついてるところなんやけれども、そこのネジ、これちょっと緩かったかな。いやでもガッチリ締めたと思うねんけどな。もうほんまにもうええ加減にして。はい、というわけで、今日はグラコの動画を撮って皆さんに何かお伝えしようかなと思ったところ、ガソリンスーパーをお漏らし状態やったっていうお話でございました。勘弁してくれグラコ。